ギターフロンティアへようこそ。今日も店長のギター紹介動画お楽しみください。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日はですね、先日からちらほらね、この辺に見えてましたね、小さなギターシリーズ、今日はギタレレ、ギターとウクレレの中間ってことなんでしょうかね。まあ最初はこれヤマハさんがやったんですけど、まあヤマハさんのも後でやりますけども、こちらはね、今日はアリアの商品でございます。6弦でナイロン弦、そしてエレガット仕様になっています。で、小さいです。正直ね、ウクレレよりは全然でかいんですけども、普通のギターよりはもちろん全然小さいです。スケールがね、432mm、ナット幅それでもちゃんとあって43、普通のまあコーヒーと同じですね。で、トップマホガニー、サイドバックマホガニー、ネックもマホガニー、オールマホガニーで、指板はウォルナットね。さあ、そしてこちらピックアップがついてて、ボリューム、トーン、コントロールついてます。で、電池はボタン電池です。でね、これまずチューニングなんですけども、前回もこれ話したことあると思うんですけども、基本ね、まあ自由なんですけどね、普通のチューニングにしてもいいんだけど、一応いわゆる4度上げっていうのかな、まず6弦で言うと A です、ラで、5弦が D で、4弦が G、 3弦 C、 2弦 E で、1弦は A。 いわゆる普通のギターのカポ5にした状態になるわけですね。こんな感じね。じゃあ細かいところね、これ今回の答えね、ちょっとシール跡とかね、なんかチューナーを無理やりこうやって水でつけた跡があったんですよね。なので今日はめちゃくちゃお安いと思います。細かいところこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。アリア ATU1206E です。トップマホガニー、まあ、全体的にこう綺麗なんですけども、パッと見はここまずこれシールアートでしょうね。ここね、ここもそうかな。あとこれ磨きのなんか跡ですよね、なんか。まあ、でも全体的にこんな感じです。はい、中のラベルを見てください。はい、フレットなんですけど、ナイロン弦仕様なんでほとんど減ってませんね。まあ、一応9割と言っておきましょうか。指板ウォルナットも綺麗です。このナット幅43がすごく弾きやすいですね。はい、でヘッドの頭にもこれシール貼ってた跡があるんですよね、ここね。ペグ自体はすごく綺麗です。はい、こんな感じね。さあ、問題のね、後ろにね、実はね、ちょっと見てください。ここにこう、これもシールのなんかの跡かな、ここなんですけど、これビス穴がついてるんですよ、ここ2箇所。これね、小さなチューナーがネジ止めされてたんですよね。なのでそれは外しました。はい、ネック、まあ薄いですね。ネック綺麗ですね。はい、ボディバッグも、まあ、他に後ろは綺麗なんですよ。ほら、後ろにはさすがにシール貼らなかったんでしょうね。はい、サイドも、まあ、他に綺麗です。こちら見てください、すごくシンプル。ボリュームとトーン、そしてこれボタン電池1枚です。こちらもサイドはね、すごく綺麗。はい、こんな感じです。こちらケースなしですんで、一つよろしくお願いいたします。アリアの ATU1206E、 よろしくお願いします。大好き。はい、いかがでしょうか。まあ、この辺のね、シール跡がちょっとありますけども、その分今日はお安いです。さあ、じゃあ早速サウンドですけども、まずね、生音、開放弦、まあボディ小さいですからね、でも可愛い音するでしょ。ウクレレとも違うし、まあクラシックギターとももちろん違うし、当然スケールが短いですから、このフレットの間隔短いんで、まあ抑えやすいかというと微妙、まあと慣れかな。でも簡単なコードを楽にこうね、こんな感じで、このサイズだとバッグに入れて旅先も持っていけますよね。お子さんのね、まあ、最初の練習用というかおもちゃ代わりでもいいかもしれないしね、面白いねこれね。でなんとなくこう優しい音なんですよ、ほら。
さあそしてこれね電気通せるんでちょっとねアンプちょっと入れてみますね。ほら意外と電気通すといい音するし、ほらねえ、そうだ原稿、6弦12フレット上で約ね 2.8 ですね。はい、こんな感じです。はい、こちら、大変ね、軽くて小さくて本当に面白い楽器です。まあもちろんねメイン楽器にはもちろんならないんだろうけども、一応電気通せるんでライブなんかでもね、一曲なんかで使うと面白いかもしれないですね。なんかで何で使うんだっていうツッコミが入りそうですけども。まあ、これでも本当にね、今ちょっと電気いきますけども、持ち運べるっていうのが一番かな。本当にちっちゃくて、本当にリックサックなんかポンと突っ込めますからね。これなんか、僕だったらそうだな、山にこれ、ね、登って背中にリックに入れて、山頂でこれポロッと弾いてみたいな。じゃあ、まあ、山登りするのかって言うとほとんどしたことないですけど、でも一回してみたい。でもまあね、してみたいの。山長野とのいい山行って山頂でこれ弾く動画撮ってみようかな。あ、それもちょっと今後のちょっと週刊ギターフロンティアゲイリー登山をするってちょっとやってみようかな今度ね。あ、言わなきゃいけない、これ言ったらやんなきゃいけなくなりますからね。まあそういうわけでどこでも持っていける面白いギターだと思います。アリアの ATU1206E、 お値段がなんとケースはないので、ケースはございませんのでご了承ください。お値段なんと格安です。4980円です。税込み4980円です。これはちょっと面白くない。でもいや、これ一本あると楽しいよね。これどっこ、本当どっこでも持っていける。これ持って飲み屋さん行ってもいいよね。居酒屋行ってさ、ガラガラとかね、こんばんはとか、これで流しの真似事をしたりなんかしても面白いかもしれないですね。はい、ということで今日もですね、こんなギターでしたけど、まあ、うちね、あの正直高級ギターももちろんやるんですけども、これ多分僕の動画で4980円は最安値じゃない、ね、よそでは何千万のギターもやっているのに4000円台のギターやるという、まあそこがうちのいいとこだよね。一つよろしくお願いします。ということで、今日もですね最後まで見ていただきましてありがとうございました。大好き。